入れ替え作業で使用されている ND552 系、名古屋貨物ターミナル駅は、名古屋市中川区掛入町3丁目にある、日本貨物鉄道の貨物駅である。営業キロ上は、名古屋臨海高速鉄道西名古屋高線、荒子駅南荒子駅間の駅であるが、線の等の施設は、小本駅、中島駅間に広がる。駅の北端は、西名古屋高線小本駅。 荒子駅間に位置し、本線から3本の着発線が分岐している。着発線の南端にコンテナホームがある。4面のコンテナホーム、6本のコンテナ2役線、10本の仕分け線、3本の留置線を有する。日本で数少ない高海駅の貨物駅で、高架下は倉庫として利用されている。青波線中島駅直近の高架上に3階建ての駅舎があり、駅舎内に 営業窓口の JR 貨物名古屋営業支店が入っている。トラックプールがホームの北端のさらに北側とホーム南端の2カ所にある。南端のものは国道1号と直結している。トラックが出入りして線路とも交差するため、校内には第一種踏切が設置されている。校内の入れ替え、創車業務は1980年の開業時から 名古屋臨海鉄道に委託されており、構内の入れ替え作業用に名古屋臨海鉄道のディーゼル機関車が常駐している。当駅構内は東海道本線貨物輸送力増強工事により1998年に着発線と二役線の電化が行われているが、以後も二役線に到着列車を押し込む等の入れ替え作業は入れ替え機関車によって行われる。 2020年には JR 貨物新鶴見機関区の HD300 系ハイブリッド機関車1機が配属され、名古屋臨海鉄道の機関車の一部が置き換えられたが、校内運転業務は引き続き名古屋臨海鉄道の乗務員が担当している。以下は2014年3月15日改正時点の状況である。トラックによる周廃が名古屋市内全域、愛知県を北地方、 三重県北西地方を主体に行われている。名古屋神宮郵便局への郵便物は当駅より運ばれる。駅舎周辺のもの、中島駅も参照。当初は笠寺駅から東海道新幹線に沿って南方貨物線が建設される予定だったが、沿線の反対により工事が中断し、1979年に再開される。翌1980年に当駅が、 笹島駅の後継として先行開業する形となった。このため、東京方面から当駅に発着する貨物列車は稲沢駅で着回しを必要とし、東京から関西、中国、四国、九州方面へ直行する列車は当駅を経由しない。ありがとうございます。